今日は手まり寿司。普通の寿司を作るのはみんな難しいと思うので、ちょっと簡単なサランラップで作れる、そんな寿司。皆さんこんにちは、 MP 犬のワンバと申します。今回の MP 犬のワンデイキッチンでは手まり寿司を作りました。手巻き寿司ではないですよ、手まり寿司です。こちらが手まり寿司です。手まりというのはあまり聞いたことがないかもしれませんが、日本の古いおもちゃの一つのことです。だから手まり寿司というのは小さなボールのような寿司のことですね。ラップを使ってお家でも簡単に作れますので、ぜひチャレンジしてほしいと思います。ラップを使うので直接手で触らず、衛生的にも安心ですよね。この時ラップを何度か使って、できるだけ捨てないようにしてほしいです。必要な食材はお寿司に使えるものなら何でも大丈夫です。ぜひクリエイティブになっていろんな手まり寿司にチャレンジしてみてください。季節の野菜や色の綺麗な食材を選ぶといいと思います。作る時のコツは小さく作ることです。特にお寿司のネタ、つまりトッピングを少なくすると綺麗にできます。大きすぎると作りづらいです。もう一つのコツはお寿司を握る時に強く握りすぎないようにすることです。理想は空気が少し入っているような感じです。でもこの感覚は一番難しいかもしれませんね。とにかく楽しんでやってみてください。今回ほとんどの方が初めてお寿司を作ったそうですが、皆さん上手にできておりました。デザインやトッピングを考えるのが楽しかったそうです。皆さんに楽しんでもらえたようで、私たちもとても嬉しいです。今回のワンデイキッチンには20名以上の方に参加していただきました。 MP 犬では就職支援セミナーや今回のような料理教室のイベントなど様々なイベントを行っております。ホームページにも情報を載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんのご参加を心よりお待ちしております。楽しんでもらえたみたいな気がするので、私たちも嬉しく思います。スタッフの皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またやりましょうね。またやりましょう。ちゃんとね、参加したいです。はい、ということでありがとうございました。